どうも、長崎 J ピックのゆうきです。こうちゃんです。おうです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう、机の上にビールが並んでるんで、大体こういうことやるだろうなっていうのは、まあ薄々こう気づいてると思うんですね。だから、ビール会議です。縮小会議。聞きビール王は誰だビールか。普段から皆さん飲まれてますか？どうですか？飲んだことない。急に嘘つきました。ゆうきはあんまりビール飲まない。飲まない。この中で一番口にするビールはどれですか？これ大事ですよ。自信のほどはいかがでしょうか？皆さんもう早速企画の方に入りますが、自信しかない。もうこのラインナップはもう知ってるメンバーですから。なるほどですね、はい、おかえりって感じでね。じゃあ早速企画の方に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。届きました。はい、はい、あ、早速もうね、飲んでもらいたいなと思います。それではどうぞ。むず。意外とむず。これは誰もが飲んだことあるんですね。聞かれてもまあまあ喉越しがちょっと違いましたね。それのエースじゃないです。普段飲まない俺からすると意外と飲みやすい。ほら、苦いっていうビール、あんまり肝心やった。へえ。今日はほら撮影とかもあって体育館行って一日頑張ったわけですよ。はい。最初のやつ何飲んでも美味しい。どれかとか関係なく。ただ美味しい。じゃあ皆さん、回答の方はある程度、はい、そうね、バッチリですか？ちょっとこれかなってのがある。はい。それでは一斉に回答していただきたいと思います。せーの、サンデー。おお。こうちゃん、札幌。札幌。おうさん、金麦。はい、割れましたね。サンデー。もうみんな違う。じゃあ1個目はもう終わりということで、はい、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。じゃあ2本目開けます。はい。あ、その音ね。その音ね。より濃ゆくない？また色が違う。はい、一緒だ。あー、これも匂いで分かっちゃうわ。それでは2杯目が到着しましたので、どうぞ。いただきます。いただきます。いただきます。え、俺も匂いで分かった。え、分かったかも。俺は分かったかも。これはね、多分分かりやすい。あれしかない、ね、俺もそれ。これはもう、みんなだろ。お、なるほど、じゃあ、もう行ってもらいましょうか。はい、はい、せーの、スーパーデバイ。えー、なんてタンデー。タンデー。おー、よいよいよ。だって俺持ってると思う、タンデー。もう出そう、スーパーデバイ。スーパーデバイ。じゃあ、2個目終わりということで。はい、2個目終わりです。はい、じゃあ3本目いきます。はい、お願いします。来た来た。はい、じゃあ3杯目いきたいと思います。うわ、もうなんか見たことある色。はい、はい、もう色がもう、はい、はい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 、ちょっと薄い。では3杯目が到着したということで、はい、召し上がってください。どうぞ。いただきます。あ、でもやっぱさっきと匂い違う。あ、待って、これがうわ、おお、やっぱ3杯目からちょっと、そういうこと。お、なんか悩んでおります。ちゃんとね、
あの全部味違うね。ちゃんと味が違う。ちゃんと味と違うんや。なんかありますか？1、2杯目とちょっと違う点ありますか？このビールの特徴みたいなのは。すっきりしてない一番。苦味ないあんまり。俺からしたらこれも飲みやすい。ただ俺が飲みやすいので言ったらちょっと変わりそう。ちょっと間違えたかもしれない。とりあえずですね、今から回答を発表してもらいます。はい。で、1回目と2回目、被ってるやつを別に言ってもいいです。ああ、はい。で、言った後に、変更届けを出してください。なるほど。いいですか？ 3 杯目、皆さんが飲んだのは、せーの、3杯目。おーっと。ここで、父ちゃんが、スーパードライ。王さん。これ、金麦。あ、ここで金麦。これ、金麦。昨日飲んだ。はい。3杯目。ここで判例ということは変更届け、変更届けを、王さんとゆうきが出すということですね。はい、はい、1杯目が変更になりますが、はい、王さんはエビス。はい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 、うん、札幌。札幌はあはあ、まあ、はい、まだ変更届けたら話だね。あ、そうだね。2回目から市役所行ったりとか。いや、大丈夫です、はい、手を挙げていただければもういくらでも変更できます。それでは4杯目の準備をしてもらいましょう。はい、はい、お願いします。俺は別れたね。それでは4杯目いきます。あー、はい、これもう控えめな口臭。ほんとね。はいはいはい、さあ来ました。なるほど。はいはいはい、やっぱ同じ色やな。俺よーく弱手だってしょ、弱手。それでは、4杯目が到着しましたので召し上がりください。いただきます。どうぞ。やす。あ、わからん。あ、この匂いは。あ、来た。わかった。これは 100% 当たってる。おお。自信ありえな。ちょっと自信あり。王さんですか？もう限界、これよ。あ、オッケーオッケー。いやいや、どうですか、王さん。自信ありげですけど。これはもう完全に自信あり。もう飲んでるし、一番、あの、皆さんがご存知の。はいはいはい、はい、ですね。父ちゃんどうですか？意外としっかりしてないビールの味がね、うん、意外としっかりして飲み応えがあるかもね。あ、うん、それでは回答が固まったようですので発表していただきたいと思います。せーの、金麦。おお、これ今の聞き取れた。で、スーパードライですよね。スーパードライ。マジ？で、金麦ですね。ほら、俺すごい。スーパー。消毒大使だ。スーパードライはもう硬い、はい、これは。じゃあ、4杯目終了でございます。はい、最後の1杯ですね。はい。はい、いきまーす。あー、ちょっと。なんやなんや。開け方を工夫してますね。今の音やったらもう。じゃあ、待ってました。はい。ようこそ札幌。あ、ありがとうございます。はい、1杯ありがとうございます。あー、全部一緒の色だ。飲んでいただきましょうかね。そうね。はい、どうぞ。いただきます。ほらきた、もう完璧。ありがとうございました。あー、ごちそうさまです。特徴があるんですよ、フォロー、黒ラベル、ファイナルアンサー。じゃあ皆さん、もうこれ最後ですけれども、まだ最後に変更届けが出せます。俺はどっちにしろもう分かんないから行く。あ、父ちゃん、王さんは大丈夫ですか？マジです。はい、マジで、はい、はい、それでは、はい、皆さんが最後に召し上がったビールは何でしょう？せーの、エビス。はい、はい、金麦。金麦ね、言ってないから。なるほど。札幌、あ、札幌、札幌。これ結構当たってると思う。それでは、終了です。さあ、来た。1杯目の結果を発表したいと思います。はい、タオちゃんが札幌、王さんが恵比寿、ゆうきが札幌。では、うん、目を開けてください。どうぞ。はい、うわー、だいぶ間違ってるじゃん、それから。では、1杯目はスーパードライでした。うわー、マジか。2杯目の発表に参りますので、ね、皆さん目をつぶられてください。あ、もう頼む。もうお願い、恥ずかしいから。恥ずかしいから。それでは、2杯目の発表に参りたいと思います。これはマジお願い。父ちゃんが探偵、はい、父さんも探偵、頼む。ゆきがスーパードライ。どうぞ、目を開けてください。うわー、全然
の全員はずマジか。結構何のドッキリ。はい、ということで2杯目は恵比寿でした。はい、それでは3杯目の発表をしたいと思います。はい、こうちゃんがスーパードライ、こうさんが金麦、ゆうきが淡麗ということで、はい、皆さん目をお開けください。はい、イエーイ。うれしいです。うれしい。3杯目は淡麗でした。ありがとうございました。うわー、勝つ未来見えたわ。お酒真っ暗。それでは4杯目の発表をしたいと外せば思います。ばんちゃん、ばんちゃん、恵比寿、こうさん、スーパードライ、あ、もう出てますからね。外せ、ゆうき、金麦、はい、外せ、これ外れればばんちゃん。皆さん目を開けてください、どうぞ。うぇー、危ない。うわー、うわー。ということで4杯目は札幌ということで、マジ。ということで5杯目がこちらの金麦でございます。お世話になっております。はい、ということで5杯目は金麦でした。ありがとうございました。あー、全部外れた。ということで、はい、現在の結果がですね、はい、とうちゃん1ポイント、よし、危な、ゆき1ポイント、おい、おとまるさん0ポイントということで、はい、ということでとうちゃんとゆきが並んでます。ここはサドンデスということで、とりあえず1杯やります。で、ちょっと時間もね、もう結構撮影時間押してるので、そこは全力あっち向いてほい。はい、全力あっち向いてほいで、頭ぐるんぐるん回して、もっと酔っ払ってもらう。そういうことね。はい。じゃあそれで決めたいと思います。それでは、サドンデスの1杯をいきたいと思います。はい。まあ、色は変わってないな。はい。おとまるさんは何ですか？ただ飲みたいだけ。飲みたいだけ。飲みに行きました。じゃあ飲んでください。乾杯。よろしく。あー、分かんねー、これ。分かった。おー、はい、じゃあ3人よろしいでしょうか。はい、はい、決まりましたか。はい、せーの、エビスタンデー。エビスタンデー、分からん。タンデー、答えを発表させていただきます。お願いします。それでは目をつぶってください。はい。これで普通のスーパードライとかやったらマジウケる。スーパードライではない。それでは目をお開けください、どうぞ。うわー、マジ。俺の読んだ未来だな。スーパードライではないとか言いやし。サドンデスの結果はスーパードライでした。はい。ということで、なるほどね、引きビールはやっぱ一人ですよ。そう、全力あっち向いてほいで、はい、はい。決着をつけてほしいと思います。OK です。はい。それでは行きましょう。あっち向いてほい対決。せーの。最初はグー、じゃんけんぽん。あっち向いてほい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 。全部じゃんけんだけ。じゃんけんが弱い。あんま悔しくない。